肩と首回してみて一回確認して、はい、そこで歩き出して、はい、それでもう一回回して首、肩、あ、周り良さそうやな、ちょっと今、うん、腕のな、うん、で、首見て、ああ、ええな、ちょっとええやろ、はい、分かる、うん、もう一回やる、もうその状態を覚えておいて、え、何も気にせんでいいから。それで回してみて、あ、また周りがもうちょっと弱なったな、うん、軽なったやろ、うんうん、はい、回し方見とったらそんな感じやわ、首は、うん、ああだいぶ回ってる、倒れてるな、だんだん倒れるようになってきたわ、いけるやろ、うん、冗談抜きで、でそれ外してみるから、そこ、うん、それで歩いてみる、重さがどう変わるかな、足の重さ、そんなあれも感じない、まあ別に感じがわかんないもん、言われたら若干そうかなって、まあそれで今2往復やろ、3往復やったら元へポンと戻るから、あ、だからそれでわかる、うん、それで動かしてみて、腕同じように、ああ丸になった、丸になったやろ、上がり方がちゃうねん、スピードかけとったらスピードそう動きが悪くなってんねん、あ、スピードだから違うやろ、うん、首はそんな分からへんわ、こう見とっても分からへんけど、どう首、あんたもともと首はどこ見てる、もともとそんなに感じないんだけどね、あ、感じなかった、腕の方も感じるやろ、うん、うん、腕はちょっと哀れなってるな、やっぱり遅いやろ、動かし方がな、遅いな、なんか遅い、だからそれで固まってんねん、ああ分かるやろ、そうですね、うん、それでもう一回張ってみたら首も見えるわ、もう一回やってみたら分かるわ、微妙にちょっとだけ早い、うん、そう微妙やけど、でもそれで一日過ごしたらちゃうのやっぱり、うん、みんなそう見とったらやっぱ違う、やっぱりその強烈に悪い人ばっかり相手しとったから、相手したら見たら全然ちゃうわやっぱり、うん、はい、それで回してみて、ああ全然じゃ上がり方ちゃう、うん、いいね、上がり方ちゃう、うん、そうやろ、うん、さっきはちょっと怖っくり怖いだって、上に上がれへんかった、ちょっとこれぐらい感じ、うん、ちょっと低いねんな、うん、今上がり方がようになってきて、これやったら服脱げるな、いけるやろ、いけるやろ、うん、だんだんだからいけるもんでもいけるいけるへんけど、いける ほとんどいけると思うわ、いけるね、うん、だもうちょっと時間経ってからやから、帰ってから首は足、あ、首も良さそうやで、ちょっと先よりだ、そんな感じやね、まあ腕は確かに、だから腕も首も肩も背中も腰も足も全部一緒やねん、全部柔らかになってんの、この理屈でいくと柔らかなの。